マクラーレンスピードテールはマクラーレンオートモーティブが開発したスーパーカーである。マクラーレンのロードカー部門で最上位となるアルティメットシリーズの最新モデルとして2016年11月に発表。マクラーレンが行う投資計画トラック25の一環として開発された18台の新型車及び派生車の一つである。開発コードネームは BP23。BP パワートレインは 720S に搭載される M840T 型エンジンを改良したユニットと電気モーターから構成される M840TQ 型を搭載。モーターにはフォーミュラ E の技術が組み込まれておりパラレルハイブリッド方式で組み合わせられる。最高速度は時速 403km で0時速 300km のタイムは12.8秒。モノコックは カーボンファイバー製。ドアは、マクラーレン電灯のディヘドラルドアを引き続き、採用するが、史上初の電動開閉式となった。前輪には、空気抵抗を減らすために、カーボン製のスタティックカバーが取り付けられている。車体後部には、油圧で作動する、アクティブウィングが装着されている。ドアミラーは装備していないが、イグニッションオンで車体からすり出し、 走行モードがアクティブになると収納される HD カメラを搭載している。往年の名車 F1 と同様に3シーターレイアウトを採用した点が最大の特徴。運転席が中央に配置され、運転席の後方両側に助手席が2つ配置されている。F1 では視認性を確保するためにこのレイアウトを採用していたが、スピードテールでは乗員が シートに滑り込みやすくすると同時に、ドライビングポジションの保持を目的として採用している。ワイヤレス式の充電パッドを搭載し、走行中のバッテリー充電はもちろん、停車時などの非走行時にもトリクル充電が行われる。ウィンドウには内部に LED が仕込まれたエレクトロミックガラスを採用し、ワンタッチで暗くなるサンバイザーのような役目を持つ。テストは主に、 アメリカフロリダ州のケネディ宇宙センターで行われ、スペースシャトルの滑走路も使用された。また、ドイツ、スペイン、イタリアのトラックでもテストが行われた。2018年11月、マクラーレンは、スピードテールを106台限定で生産すると発表。しかし、発表時にはすでに完売していた。価格は、税別で175万ポンド以上。約3分の1が、 アメリカ合衆国からのオーダーであったが、ドアミラーの代わりにカメラを使用し、サイドマウントエアバッグを使用していないこともあり、アメリカでは行動走行が許可されていない。マクラーレンはアメリカにおけるスピードテールの購入、登録、輸入を行わない旨を発表しているが、同社の広報担当によれば、んつの承認を待って、展示のための輸入なら合法の可能性があるとしている。なお、 全世の安全基準では、歴史的、または技術的に重要な車を除いて、所有者は12ヶ月間に2500マイルを超える距離を走行しないことを義務付けている。2019年12月に高速テストを終了し、イギリスでの生産を開始。本国では2020年2月より、デリバリーが開始されている。日本国内では2020年9月14日に発表。 3台が割り当てられ、全車がホワイト系のボディカラーとなっている。2020年11月8日に富士スピードウェイにて開催されたマクラーレン東京オーナーズミートにて日本の車第1号となる無理ワイホワイトの個体が世界で初めてクラッシュした。スピードテールのスペックは F1 に値するマクラーレンスピードテールの情報がリークマクラーレン F1 の後を継ぐ。 スピードテールトップギアによるマクラーレンスピードテールの特殊スピードテールは最高速度の250マイルパーアワーに30回以上到達した225万ドルのスピードテールは250マイルの最高速度を発揮する。マクラーレンスピードテールはカーボンファイバーにより最高速度250マイルを発揮する。マクラーレンスピードテールはアメリカでは好評ではない。 マクラーレンスピードテールのスペックマクラーレン公式サイトマクラーレンが6ヶ月に及ぶ投資計画トラック22を発表をマクラーレンスピードテールが日本初公開マクラーレンスピードテールマクラーレン公式サイトマクラーレンスピードテールマクラーレン公式サイトありがとうございます